典まで残り24日。今日は東京芸術大学へ出願をしてきましたという動画をお見せします。それではどうぞ。はい、必要処理をね、確認をしていきたいと思います。まず調査書ですね。調査書こんな感じで見ちゃいます。で、共通テストなんですかね、成績貼り付け表というのがあります、成績請求表貼り付け用紙、これも必要です。で、楽譜ですね。楽譜の前に、その曲目をね、書いてあるものですね。曲目提出用紙ですね、ずらっと曲目が書いてありますね。はい、でこれも中に入れちゃいます。でこれだけで、1つになります。でこれをのりで封をして、出すと。でもう一つ楽譜ですね、こちらになります。一つ一つやっていきましょう。日本曲からねいきたいと思います。まず工場の月、ハマチド、浜辺の歌、外国曲マーレンディーブルコンテ、セッペンクルデ、セットゥデラレアモテ、セントネルモ、そして自由曲どんなのの、ビーディマイ、ナムスマシンチ、これの9冊となります。はい、これをね全部この中に入れていきたいと思います。これでね、すべて入りましたので、ここを封印して、郵便局に出していきたいと思います。はい、郵便局に、楽譜やら書類やらを、出してきました。これで何も不備がなければ、大学側から受験票が送られてきて、それを印刷して、受験当日にね、持っていくという形に
なります。これでね、願書のことや、楽譜のこと、書類類のことはね、もうすべて終わりましたので、受験勉強にね、没頭できるかなと思います。受験当日はね、頑張ってやっていきたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画、もしよろしければ、高評価とチャンネル登録などよろしくお願いいたします。また配信します。まこっちゃんでした。バイバイ。